ツタンカーメン、発射いたします。トゥリワンデンゼローはい、皆さんこんばんは。こんばんは。小野の,の妹子です。<laughs> さあ、今週もやってまいりました。<laughs> 夜のツタンカーメン。 ギャオさんどうしたんですかおののいの子ってすごいですねもう皆さん今日は嘘もつき今日エイプリルフールですから最終バージョンですけどのえとメインパーソナリティの桜つゆきさんとアシスタントのギャオですはい今週もよろしくお願いしますお願いしまののいの子っていやいやだってプロデューサーに一発目から嘘をついてくださいって言われたから とりあえず一発目に嘘をね、ちょっとついたんですけれどもね、素敵な。どういうセンスなんですか。わ <laughs> かんないパッと、パッと出てきたんですよ、小野の妹子が。はい、はい、面白いね。小野の妹子とギャオがね、はい、ええー、お届けしたいと思いますけれども、あ。のー、知ってる。今パッと、どうでもいいけど、思いついたけども。はい。も、小野の妹子ってさ、うん、誰か知らないでしょギャオ。いや、男の人ですね。そう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 。<laughs> 結構みんな知らないんだよ、女性だと思って、んだよ小野の妹子。 でも本当は男性だというねまあ,あのそんなことなっちゃうとど,どうでもいいんですよまあ最近ねあのああ僕はですねすごいハードスケジュールをこなしてましてあすごいですね本当にこの1週間なかなかの感じで、はい、本当にねすごくなかなかすごいハードスケジュールですよね自慢ですか自慢です、はい、<laughs> あのね1週間ね本当にねあの金沢から始まって、うんえー、金沢山口さ 帯帯広広みたいな感じだねなかなかすごいスケジュールでもともとね去年の年末から僕ずっと宇宙人に言われてたんですよあなたは来年から金沢に来なさいと2月のね2月からは毎月金沢だよともう運気を上げるのは金沢行きなさいよと言われてて「分かりました2月から金沢行かさせていただきます」と言っておきながら。 2月行かなかったんだよね、えー、すごい怒られた宇宙人に怒られましたねあれ本丸ラジオさんって金沢ですか本丸ラジオさんは松山ですね間違えちゃったはい。<laughs> はい悦 <laughs> 子さんは松山です間違えましたで、まあ、3月から金沢に行ったんですけれども、はい、あの行くにあたってねあのフェイスブックで「あの金沢に行け」って言われたんで。 誰か遊んでくださいって言ったら、はい、居酒屋さんにね10人ぐらいの人が集まりまして、うん、まあそこであのないことないこと喋りまして <laughs> そしたらなんかえらい気に入っていただいて、はい、来月からなんかあの金沢で講演会が行われることになりましてで、えー、まあ,ありがたいことかあ,れ、ね、ありがたい限りですけどもそれから山口に行ったんですよ。はい、で山口がね もうとにかく暑くてし、うん、しそうでしたね <laughs> し山口ねあの本当主催のねあのー、方がいるんですけれども、はい、主催の可愛い女の子がいるんだけども、はい、まあこの方が、まあ、呼んでいただいたんだけども、はい、あのね森,森健さんっていう人がね、はい、夜のツタンカーメンの大ファンで、はい、この方はね今までの収録のしたやつを CD で全部持ってんだよ。えーえー もう好きすぎて夜の三加面が。森健さん聞きました。森健さん、森、だから料理も C.D. あげたでしょ。あ、貸してくれました、ね。うん、あ、あげるけど。嘘でしょう。うん、あれ、森健さんがくれたんですよ。ええ、森健さんありがとうございます。だからそれで、ね、その森健さんが<え>あの公演し、僕その山口ほら講演してる時にそのね C.D. をねお客さんに全部プレゼントしてたんですよ。へえ<ー>。だからもう僕がもう。 かあの時すごく人数めっちゃいましたよ。もう何人だか忘れちゃったけど、うん、もうすごい人数いましたけども、みんな、その CD をヘビーローテーションして聞いてるんですよ。はい、<laughs> だから、僕行った時にはもう皆さん出来上がってるんですよ。すごいやりやすかった。僕が、そう、すごいやりやすかった。で僕は何もしないよ、皆さんのこと。知らないけども、皆さんはもう僕のことをみんな知ってくれてて。ついでにギャオのことも知っている。だからもうギャオさんを呼んでくださいと。あ、そういえば言ってましたよ。ギャオさんほら、 台台湾湾行ったでしょそそうう山口の方たちって中村文明さんの昨年の5月に中村文明さんのツアーで台湾に行った時に一緒においになった方が一緒に行った方ですよそうだで中村文明さんの DVD が上がってきて私を探してくれてるとそうですよ本当にであの時しかもギャオさんは飛行機に乗り遅れて遅刻してんですよあなたそう だからそれ夜の3カ目で喋ってますよ飛行機乗り遅れて祭りを歌いましたっていうかそうなんですよ,ですよギャオさん遅刻事件そうなんですよそ<う>あの遅刻したのそう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  <laughs>、うん、大変だったの起きた時にはもう飛行機飛んでたんだもんねそうなんですよでだからその方たちがあのー、僕のこと呼んでくれたのでもう本当ねも,うもちろんギャオにも会いたいし、えー、行きたいですねそうそれでだからその方たちがだからもう僕着いた時は、はい、なんかもう芸能人ですよ <laughs> 逸材だわ逸材みたいな感じですごくてでその中で、はい、あのまあすごい人いっぱいいたんだけど、はい、その中でねなんかあの僕にね、はい、あのプレゼントしてくれたメグちゃんっていう女の子がいてねちゃんこのメグちゃん,ちゃんがあのた竹炭のこ炭を磨,、はい、磨いてね、はい、でなんかねあの ペンダントなんですよ。え、あのあれなんじゃ、なんか浄化とかじゃなくいいんですか、竹炭って。あ、いろんなことしてんだけども、うん、その中でペンダントも作ってて、うん、でそのペンダント今僕してるんだけど、うん、なんかねこの胸のチャクラのとこに当ててくださいって言ってね。うん、あじゃあもう中に。そう、中に今してるんだけど、うん、これね。 めぐちゃん磨くのに12時間かかったんだって。えー、そんなに時間をかけて磨かれるんですね。めぐちゃんほんとすごくて。はい、だからちょっとね、めぐちゃんのね、ちょっとその竹炭のやつをね、宣伝したいなと思って。うん、してください。あの、12時間も磨きましたって言ってさ、はい、すごいですよね、あの方本当に。あの、炭、ほら、す、ネットで検索するときにね、はい、まあホームページもあるんだけど、はい、炭っていう感じあるでしょ、はい、炭にさ、 あの久し「いタンタン」ってこの2つ「2> うん、タンタンウサギ」って検索するとこのめぐちゃんのその作ったね竹のやつが出てくるんですよ「タンタンウサギ」ぜひね検索してみてもらいたいんだけどほらへえすごいこれラジオだから見えないそうですね今ちょっと上半身脱いで見せてくれてるんでそう今全裸ですけど全裸で,ではないですよね丸出しラジオだけどさ丸出しじゃないです 5センチ8センチぐらいの丸い竹炭の板でこれをものすごい硬いんだって、うんうん、すごい素敵でこれを磨くのに12時間かけて逸材のために、うん、もう12時間かけて磨きましたって言って逸材ってでこの方の話がね、はい、抜群に面白くて、はい、この方 <laughs> もう夜の三タンカーメンがもう好きになりすぎちゃっててもう毎秒聞いてるんだってやばいですね24時間夜の三タンカーメン聞いててでこの人ねほら前夏に喋りましたよあのお墓参りに行った時に家系図を作ってええりさんのあたりの話そうですそうですご先祖様のご先祖あれね僕ね結構言われるんだけどそのお墓参りに行く時に家系図を作って 名前を挙げに行く人たちっていうのがすごく多くて、はい、と僕すごく言われるんですよいろんなところに行くたびに、うん、瀬尾さんあのお墓前に行った時家系図作ってねお墓の前で読み上げて万歳しましたってよく言われるんですよ結構な労力ですよね、うん、でもその人もね、はい、あのあれね結構ご先祖様が引っ越しをしてないでずっと同じとこに居続けてくれると、うん、結構簡単に取れるんですよ、うん、あそっかそっかいろんなところに移転してると <laughs> その <laughs> うちとかも移転してるから大変ですねだからうちなんかもほらもう転々とされてたんですよ桜庭家のご先祖様はあっちにだから僕の田舎青森だけど結局青森で遡れたのは三代前までなんですよ三代前からはもう青森にいなくて違うとこ行っちゃってるので結構調べるの大変だったんですけどもその方はねそのめぐちゃんはねもう山口にずっと 先祖代々いらっしゃる方でんなんかもうね2日間ぐらいでねできたんだって家系図が。あっ、ね、もうで家系図見してもらったけど、うん、もうすごいでかい立派な家系図を作っててね。ねそで,ねでその名前を持って、うん、お墓に行って、うん、もう全員読み上げて、うん、万歳してそ、うん、したらねそのお線香をあげてるでしょ、はい、でお線香が普通はねなんかもう20分ぐらいかかって。 全部燃え尽きるんってだけどその名前を先祖の名前を読み上げてたらその線香が火を吹き出したんだってちょと両がつまいてるいい話だなと思う前にちょっと思って火吹き出してね五分で燃え尽きたんだってやばくないですかこれやばいでねその後 めぐちゃんにもう奇跡が降りかかり続けるわけですよ。何があったんですかもうね、そのいいことの連鎖が止まらないんだって。例えば。仕事が忙しくなるとか、はい、もうなんかね、わけわかんないことがね、次から次へと降りかかってくるんだって、もう毎日毎日。もう毎日毎日。僕らは鉄板の上だよ、本当に。<laughs> 鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ、俺も。本当に。に。泳ぎたい焼きくんだったら今ね。で <laughs> 泳ぎ <laughs> 泳げたいやきくんでさ今ちょっと脱線していい泳げたいやきくんで「泳げたいやきくん」ってさ、はい、B 面がさ、はい、あの B 面ってさ1本でも人参なんだよ、うん、ええー、どうちゃんえ違うよ <laughs> それは違うそれそれはジェネレーションギャップを感じるんだそれ人参娘だ、うん、1>, 1本でも人参。じで, 1>, で1本でも人参を歌ってたの凪良健一なんだよ、うん、でね泳げたいやきくんってね、うん、あれい今までで一番売れたシングルシングル CD って言わないねレレコードシングルレコードなんで500万枚売れたんだあれえ<ー>500万枚みんなで聞いてたのたい,き君いやきく僕らは幼稚園の時はみんな聞きましたよねもうこ,こになみんな40オーバーですから、うん、今日のオーディエンスはもうみんな40オーバーだよでこれでね僕 <laughs> これねぎら健一のテレビ見た時すごい笑ったんだけどこれ印税半端ないですよああはいはいはい印税とんでもないですよ本当だったら、うん だけど、なぎらけんいち、だって普通に500万枚売れた数するでしょ、まあ、?B 面だから A 面に比べると印税落ちるけど、はい、例えば1、1%だってすごいですよ。うんで。あの当時のシングル CD がいくらか知らないけど、はい、1000円ぐらいすんのかなあの当時でも。そんな知らないかな。もうちょっと安いかもしれないですね。1000円の1%とさ、んうん、10円でしょうん、10円でさ、500万枚売れたさ、もうそれだけで5000万だよ。わーい。だけど、なぎらけんいち、すごい笑っちゃうから。<laughs> うん あの人、これ絶対こんな泳げたい役くんだよ。うん、で、B 面自分が歌ってるとは、一本でも人参だよ。これ絶対売れるわけないって言って、その印税を、あの、レコード会社から言われたんだって。そ,その、売れた分のインセンティブにするか、うん、今ここで、あの、お金払うかどっちがいいって言われて、あの人、こんなの絶対売らないって言って、その印税、インセンティブじゃなくて、うん、5000円にしたんだって。 今この場で5,000円もらった方がいいって言って5,000円にしたんだってもったいないからそしたらもう500万枚売れちゃったんだっていうのどうでもいい話なんでこんな話なんってどうでもいいよこんな話本当ですよちょっとめぐちゃんの話に戻りましょういい話だたそうそうでめぐちゃんのあのところに次から次へと奇跡が降りかかってくるっていう話をしてくれてもうねすごいそれを熱く語ってくれてやっぱりねあれはやるべきですよ皆さん 皆さんねさん当ね除籍謄本を取って自分のご先祖様を調べて一番行くべきは結婚した人は自分の名字なんでね結婚しちゃった人は自分のご先祖ではなく旦那さんのさご先祖様を優先すべきは今の名字なのでそこにそのご先祖様をね調べて役所に行けばね 助けてくださいって言えばものすごく優しく教えてくれるので <laughs> 助けてくださいそう助けあの役所の人って結構優しいんだよ <laughs> ああそうなんですかあんまり行く機会もすごくねな,な,なんか親身になってね聞いてくれたんだよね<ー>であの人でまあそれで作ってね絶対行ってみていただきたいですねすごいですねあの人ね普通にでもルーツを知るのはいいですよねうんいいですよで僕ももあのた、ー、どってったけども もう当時の昔の人の昔人名前って面白いや先行ボッてなってないけど <laughs> <で>ボッとはなってないけどでも本当ね、うん、絶対やってほしいですよね。うん、で山口のね主催者のねあの素敵な女の子がいるんだけども、はい、この方ねあのー、まあ今まで僕の公園とか何回か来てくれてて、はい、そんなに仲良く喋ったことがないんですよ。だけども今回その主催してくれて、はい、あのー。 か、帰りに僕のことを送ってくれた時にね、いろいろ喋ったんだけども、はい。めちゃくちゃ面白くてね、この人。うん。でも、人は見かけによらないね。で、この主催者の人ね、すごく面白いから、はい。車、K のビッツに乗ってたんですよ。はい。だけども、僕が空港までく来ますよ。山口宇部空港。はい。山口宇部空港から、はい、その公演会場まで1時間ぐらいかかるんですよ。あ、結構遠いんですねそう。それで、自分の乗ってるビッツがあまりにもボロボロだからって言って、うん、これで、 その逸材を送り迎えするのあまりにも忍びたいっていうことでいいでしょういや全然いい、ね、<laughs> 全然いいんですよむしろもう別に自転車でもいいぐらいなのにう <laughs> もうしたらその人ね、はい、わざわざ僕のためにね新車を買ったんですよええー。しかも女の子なのにも変かかわらずなぜかジープ買っちゃってるの超かっこいいでしかもでかいんですよジープ何色あとなんかね群青色みたいなあいいですねでなんでこんなでかい車買ったのって言ったら、はい、お兄ちゃんが ジープがいいよって言われたからジープ買ったっあ、お兄ちゃんのおすすめ、ね。そうそう、お兄ちゃんのおすすめ。でも、後から聞いたら、ただお兄ちゃんが乗りたかっただけだった、ね、<laughs> で、彼女は女性だからさ、ジープなんてビッツからジープってさ、すごい。あ、車、コイで大変ですね。大変だよね。うん、で、そのためにわざわざ、僕のためにそのジープを買ってくれたっていう。うんうん ななかかすごい人なんだよねいないですよそんなことまでしてくれる人なんてね。でこの人がねまた僕のことをねっていうか山口がものすごく盛り上がったのでこれからまた毎月山口にね行くことになってその時ね帰りにねやっぱりもうもう適当タロットやって。 手プレーが半端なくて。今何人ぐらい行ったんですか、延べ人。六百です。ええ<ー>。へ<ー>すごい、私十五人で。力つきて。<laughs> 力つきたの、もう。<業>もう飽きちゃったの。業してるあ、休、休業してるの。ちょっと飽きた。いや、もう六百ぐらいいきましたね。ええ<ー>。でも、その時も。あのー。 ほら、人が懇親会とかもさ、もう40人ぐらいいたんですよ。で、そこでタロットやってくださいって言われたらさ、もう一人やったら全員やんなきゃいけないじゃない確かに自分もやってもらいたいと思いますそう、だから、だから、うん、いや、ちょっとここ多いから、うん、あの、ちょっと今日今、ちょっとやりたいけども、ごめんねって言ったら、あの、懇親会終わったでしょ終わったら、ホテルまで来たのよ。タロットしてほしくて。タロットしてほしくて。てくて <laughs> でも適当ですよ。適当ですよ、全部。<laughs> 全部適当だけど、そうしたらね、もう、後ろに十何人くっついてきたんですよ。<ー>でもそこまで言われたら、一財様そうそう、もうこれは断っちゃいけないなと思って、うん、えー、行きましたよ。行って、まあその場でタロットしましたけども。あの、ドヤ顔でやってたんですかど顔でやりましたね。で、これがね、また、めちゃくちゃ当たってるらしくて、<laughs> まあみんな、何人か泣いてましたよ。本当に。すごいですね。すごいですね。<laughs> すごいですね。ちがじさん。ちがじさん。 であの一、ー、人ね、はい、あのー、なんかこう見た時に、うんあのー「マラソンしてください」って言ったのよ。待ったって聞き取 <laughs> んはは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 はまで来ましたか <laughs> で「<laughs> マラソンしてください」って言ったら「マラソンしてください」って言った瞬間にそのオーディエンスの10人ぐらいが悲鳴を上げたんですよ。うん、なんで実はその彼女 マラソンを始めたんですよ。<ー>始めてたんですよ。うん、あ、最近始めてて最近、仲間と一緒に走ることを始めてて、うん、で、あ、じゃあもう、もうすぐに靴を買いに行ってくださいと。うん、もう ABC ストアに靴を買いに行って、うん、で、本格的に始めたら、あの、その今抱えてるモヤモヤとかす,、ね、すっきりするから、うん、とにかく走って、とにかく君はパッションだから、ね、<laughs> パッション。もうとにかく燃えてなきゃダメだから。 燃えてなきゃダメだから、もうパンツも赤だけにしてねって言って、でもうわかりましたとか言ってね、あの時めちゃくちゃ面白かったんですよ。<ー>もうすごい盛り上がって、てね、あのー、あともう一人も人もう一人の人もいてね、はい、なんかあのー、自分のやってる仕事が、うん、あのー、ちょっとこう、まあ自分一人でやる仕事じゃなくてこう仲間と一緒にこう組んでやっていくような仕事で、はい、その私はその仕事が向いてない。 仕事が、見て、仕事見てくださいとか言われたから、うん、見たときに、いやもうあなた全然それ向いてないと。うん、でとにかくあなた、その胸のモヤモヤ感半端ないから、もうすぐにやめてくださいって言ったんですよ。うん、<う>適当に、うん、そう、適当に。うん、そしたら、あの、あの彼女だとどこを忘れちゃいましたけども、なんか涙を浮かべながら、もう分かりましたって。あの、とにかく、実は私ずっとやめたかったんですって。うん。だからその人間関係のしがらみとかあって、うん、やめられなかったんですって。 っていうからいやもうすぐにやめてくださいってもうやめたらもうあなたもすっきりくっきり爽やかサワでになるからもうすぐにやめてくださいって言ったらもう次の日すぐメールが来てもう先ほどさん言われた通りもう次の日会社に行って私やめますって言ってやめさせてもらえたんですってすごくよかったですとか言ってすごいいやよかったですねあの時なんか珍しくまともなこと言ってましたよ当たりが多かった当たりが多かったたまには当たるんだなやりますねやりますね まあ本当にね、山口も楽しかったし、札幌行ったら札幌行ったで、また札幌が暑い。パイナップルの方。まあそうね、あの、レッドパイン、金田、金田総裁。まあ金田総裁のね、お膝元ですから札幌はね。札幌は、札幌行ったら札幌行ったで、またこれ暑かったですね。暑くてまた帯広行ったら帯広も暑かったし、まあすごかったですね。そんな中で、帯広行った時にね、この帯広でもね、ものすごく盛り上がって、 そこにね、めてもらったペンンショがあるではいはい帯広はねそのペンションであの、講演会やっていただいたんですよ2日間 2days ルミカペさんっていうとこでねルミカペさんあっからねルミカペって検索したら出てくるんですけれどもでねあの、僕この話したいけどももう時間がないくてこの話僕今日メインイベントで喋りたかったのにギャオがもう小野妹子から始まって 泳げたい焼き食うたどうでもいいネタ挟んでくるからあのくだり本当にルミカメさんの話したいんけどルミカメさんの話はちょっと来週の頭に持っていきましょうこの話今日一番したかったんですよだからギャオが邪魔するからさった私が悪いであのそういえばあれですよ先週放送のあのピュアソンさんの「はい あれすごい反響です反響すごかったですよピュアソンさんのもう半端なくて、うん、であのピュアソンさんでねえー、花粉症の対策のことを僕言いましたよあそこでピュアソンさんで花粉症のやつを作ってるんですけど、うん、あのピュアソンさんって別にあの 大きな会社だから氷してないんですよそうですよね企業向けとかそう企業向け<の>全部企業向けなんですよのののも病院の話とかかそうなんですよなので、はい、空気のお掃除液ってやつが言ったじゃないですか空気清浄機に入れてくださいって、はい、あのキャップいっぱい入れると、うん、もう花粉の苦しんでる人が待 全く苦しまなくなるの。触覚がね。そう、その花粉の触覚が2本がポロって落ちるっていうすごいやつで、うんうん、しかもそれ人畜無害で人間が吸ったところで何の影響もないっていう、すごい、そういうのは普通ケミカルなのにさ、そういうのは一切入ってなくて。で、それをね、うん、あの、僕もいただいたから、はい、あの、僕、僕は花粉症人、僕全然大丈夫だから、はい、ひどい人にさ、あげたの。俺会長にいただいたから。うんうん、そしたらさ、ててうん、その人さ、花粉症が、 半端うん辛そうもう辛い人はすごく辛そうですいやもう地獄ですよあの方たちほしたらもうね天国だってあそうもうもう全然違うんだってだからもうこれしょうがないからこれねこれしょうがないからもううちの会社で売るよよしやろう空気のお掃除駅だからはいあの検索してお掃除駅始めますはいアメリでっていうかあの桜庭通気 .com で売るのでああ 桜さんののサイトうちのサイトで売りますのでぜひ見に来てもらいたいですいつぐらいからですかもうこれ放送の時はもう売ってるようにしますのでとにかく花粉で悩んでる人はこの空気清浄機加湿器加湿器加湿器の中に説明書入ってるんでそこにキャップいっぱい入れていただけるだけでもう部屋の中はノーウイルスですよいやだってね大変そうな人もいますよ いいいやいるななんんてもんじゃないよ薬飲んだら眠くなっちゃうからそうそう薬飲んだら眠くなるしだるくなるし飲まないとそう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 だからねこの本当にねピュアソンさんはすごいですねうんまあ先週もねあのピュアソンの会長の話をたくさんしたけれども、はい、やっぱねこの会長のところで作る商品というのはちょっと尋常じゃないですね中でも人を幸せにしてくれる、ね、そうそうやっぱ人畜無害っていうのがねすごくいいですよんなんつったってこのね空気のお掃除液は あの豪華客船飛鳥でも採用されててこれから今年は2016年はこれ病院で採用していくから病院に入ったらマスクしないでいいっていすごい話ですよ病院の中が一番空気がきれいってすごいですよこれねなんか風もらってきちゃったりすると危険だなとかね、うん、院内感染とかあるからね、うん、だからこういうのがないからもうぜひねすごいこの空気のお掃除液をですねぜひ 使っていただきたいなと思いますよね桜くらばつゆき c o でも花粉ってさ僕花粉じゃないかわかんないけど花粉っていつまで続くんですか私は杉じゃないのでゴールデンウィークあたり前ぐらいが一番つらいですゴールデンウィークまで続くんだあと一ヶ月以上続くんだ秋も何かに引っかかってて秋もちょっと目が痒くなったり今日はもう毎秒毎秒花粉なんだなひどくないですけど毎秒花粉ですね まあでもとにかくこの空気の遅い時期をぜひ花粉で悩んでる人はね, <laughs>、はい、ね使っていただきたいですよねちょっと本当に重症の方はね、うん、重症の人ればいますよ、うん、うちのスタッフもねなんか鼻を焼くだろうなんだろう言ってましたからねうちの母も今ぐらいやっぱ薬飲んでますねあ<ー>薬飲むとさ本当眠くなるんでしょ、うん、眠くなるらしいですね僕もねでも花粉のシーズンにだいたいね一回か二回か三回ぐらい 死ぬほどひどくなる日があるのよわかりますわかります私もその時だけ母の薬もらいますもんでも次の日になると治ってるんだけどももう目はかゆいしさくしゃみは止まんないし鼻水止まんないしあれあれがさひどい人毎日でしょうんあれしんどいよね本当にねというわけではいあもう今週終わりですか今週終わりですで今週末はねお花見に行かれる方も多い方もいますのでそうですねはいまあ今週末まあ今日あそういえば4月1日だもんね今日ね まあ、嘘は小野の妹子だけでした小野妹子だけでした、ね、<laughs> はい、はい、というわけでね、はい、ええー、まあ今週はこの辺で終わりたいと思いますはい。あ、そういえば桜庭さんからお知らせがそうですねあのこの夜のスタンカーメンもはやもう75億人の人が聞いてますよ社会現象、ね、社会現象ですよだってもう11時半だったらさこの番組生放送で聞けないんだからそうですね <laughs> はい。あのこの夜のスタンカーメンすごい宣伝効果になりますので、はいはい、ぜひ スポンサーを応援団というようなスポンサーを探してますのでスポンサーになってくれる方がいるとですね <laughs>、はい、もうじゃんじゃんバリバリ課題広告ですよそうですね。もう課題広告すぎてもうジャロからクレームが来るぐらい僕は課題広告すます、ね、私もそこだけは力を入れますそこだけ、ね、いつもほとんど喋ゃらないですけどそこに命をかけて喋りたいと思う、ね、そこに命がけでりますツタンカーメンすごい調子いいですたから、うん、まあ経済効果は半端ないですよやばい、まあ、テレビでやるよりも効果ありますねやばいですねやばいですねまあ誰が宣伝するかなんてね まあそれ僕が気に入ったらまあ相当宣伝しますね。ということでえ今週はねこの辺で終わりたいと思います。はいありがとうございました。